推理教室精神分析医の詩出題者この図はあるアパートの1階の3部屋を占領している精神分析医野田博士の診療所です時は5月初旬の日暮れ時 患者は一人も来ていない。事務室には助手の桜田き子と本田たらしの二人。一番奥の診療室には博士が机に向かって何か調べ物をしている。そこへ博士のところに診察を受けに来ている折口信子の夫にあたる人が訪ねてくる。折口信子というのは、 博士のところに相当長く通っているが病気の方がなかなか思わしくないのでその夫の和夫はあまり長いから医者が故意に引っ張るのではないかという疑いを持ってあらかじめ会う日を約束しておいて訪ねてきたのだそこで助手が控え室へ案内して右手のソファーに腰をかけさせ今博士は物を調べています 終わりましたら中から呼びますから、それまでお待ちください。と言ってドアを閉め、事務室の方に帰った。博士の部屋と控え室との間の扉は、ちょうど壁と直角に開けたまま動かぬように止めてある。だから開け話のわけですが、控え室のソファーから博士のところは見えない。折口和夫は、 ソファーに腰をかけてて待っている「表通りは自動車などが盛んに通るといった状態で相当やかましいところだ」と突然奥の博士の机のところでガタンと物が倒れたようなひどい音がしたので和夫はハッと驚くが控え室のソファーのところからは扉があるために博士は直接に見えないので。 立って診療室へ入ってみると、博士が額から血を出してすでに事切れている。驚いて事務室へ知らせようと戻ってくると、足元にピストルが落ちているのにつまずいた。何気なく拾ってぼんやりしているところへ、事務室から助手の桜田き子が他の用があって入ってくる。 見ると折口はピストルを持っていて博士は死んでいるそこで早速警察へ電話すると警察がやってきていろいろ調べた結果次のことが判明した博士の部屋には窓が2つあるがその窓は内部から閉めた上に掛け金が掛けてあって何ら異常がないよく調べてみても細工した形跡も ここから人が出入りした形跡もない。事務室と控え室との間の扉は閉まっていて、事務室には助手が二人いた。こういう状況ですから、外部から人が入ることはできない。ただ、控え室のソファーのところの窓が一つ開いていたが、そこには格子があるので出入りはできない。 しかし窓は開いていたのであるから外からピストルを撃つということはできるが扉が直角に開いているから窓から博士は見えないはずだしまた扉にも穴が開いていない扉なり壁なりを撃ち抜かなければ博士のところには弾が届かないはずだから窓の外から撃ったとは考えられない結局 そこにピストルを持ってぼんやり立っていた折口和夫が県議者になるわけで早速彼は降院されるなおこの他に薬品商が薬品を配達する車を引いてきていて車を置いたまま女助手の桜田と話をしていた事実があるそれから折口信子は夫が降院されたことをすぐ知って その翌日、名探偵のところを訪問して、決して夫は犯人ではないと思うから、なんとか一つ助けてくれと頼んでいる。だいたいこんな状況ですが、大下君、君一つ名探偵になって推理してくれたまえ。よろしい。ではこれから調査済みの資料を参考にして、関係者各個人に聞いてみますが、 何歩さんはおのおのの立場になって答えてください。まず、折口信子さんから。あなたは診察の時、特に博士の挙動について何か変なことを感じませんでしたか例えば、手を握って脈を見る見方がおかしいとか。そんなことはちっともありませんでした。お年をとっているし、 名医としししててて十分信頼して診療を受けていました,ただ病気がこういう曖昧な精神病なものですからはっきりしませんでした事件の起こった日は診察を受けに行っていたのではないのですねそうです事件中はどこにいましたかずっと外出していました そうすると、あなたが現場には近づかなかったというアリバイはありますか何しろ、自宅からずっと遠い繁華な商店街に行って買い物をしていたわけですから、アリバイが成り立ちますかどうかわかりませんわ。なるほど。ところで、あなたが四十博士のところに出入りしたとすれば、助手の桜田き子や、 本田忠について特に記憶に残るようなことはなかったですか桜田さんというのは嫌な女で相当の年のくせにひどくおしゃれでよく必要もないのに博士の部屋で何かしているのを見かけましたわ。本田さんというのはいつでも怒ったような青い顔をしている無口な人で。 私とは一度も話したことがない変人です。だから得体が知れません。わかりました。では、桜田きみこさんに聞きますが、あなたは旦那さんはないのですかええ、ございませんの。今まで結婚せずにいたのですか関係のある男もいましたが、 正式の結婚はせず、今は一人でございます。失礼ですが、これから結婚しようという人もないわけですね。男の友達はございますが、そういう関係の男はございませんわ。いつも朝決まった時間に出て、決まった時間に帰るのですね。決まった時間ですが、 その時の都合で居残るようなこともございますの。けれども、止まっていくようなことはございませんし、博士自身もよそから通っているので、止まることはないのでございますけど、多少夜にかかることはございます。桜田さんは、折口信子という患者をどうお思いですか私、 信子と博士は怪しいと思いますわ。病気でもないのにいつまでも通ってくるし、博士の方も引き止めて長い間かかって診察することがございます。いつでしたか、信子さんが帰った後で博士の部屋に行ってみますと、博士の顔に 信子さんの口紅がついていたという事実を私は見ています。それはあなたが見ただけですか？他にもそれを見た人がありますか？他には誰もございません。ホンダというのは私とも一向話をしない変な男ですから。別に話しませんでした。あなたは？ 事件が発生した時に薬屋に払う金を取りに奥へ行ったというけれどその時あなたは表へ出て薬屋と話をしてから次の部屋に行くために事務室を通ったのでしょうそこにホンダしがいましたかまた本田は金のことには関係しないのですか本田さんはいましたお金の方は 私が子さんですから全部私がやっています。あなたは博士の部屋に入ってどうしましたか博士が血を出して倒れているので近づいていく勇気もなくすぐ事務室に帰って警察に電話をしました。では次に隣県の警官に尋ねますが表通りは半からしいが 横丁は人通りはあるのですか袋小路で、向かい側も家の横手だし、窓の外には木がいっぱい植わっていて、ほとんど人通りのないところです。窓の高さはどのくらいですか外からの高さは胸くらい、中からの高さは腰くらいです。 診療室の本棚のところに窓があるが、それは本棚の上にあるのですか本棚は天井まであるのですから、窓は本棚で隠れています。だから全然締め切ってあるわけです。博士は椅子にかけたまま撃たれたのですね。ピストルの弾丸はどう渡っていますか額の右の方から、 斜め後ろへ抜けています解剖の結果弾丸と被疑者の和夫が握っていたピストルの弾道とはぴったり一致しましたピストルは消音ピストルだというが精巧なものでしょうね外国製の精巧なものです 診察室と控え室の間のドアは壁と直角に開いていたと言いますが、いつもそうですかそうです。患者が控え室に入ってくるとき、博士の方から見えるので、分析医という職業柄便利なのだそうです。ありがとう。最後に、本田忠さん。 あなたはここの事務員になる前は何をしていたのですかラジオの行商です。そうすると、電気の知識がありますね。いや、ただ売るだけです。サイ君はないです。独身でアパート住まいです。桜田きみこさんをどう思いますか どうもあまり感じが良くないです。嫌にベタベタしましてね。あなたに対する態度はひどいです。あの女が不愉快だから、務めをよそうかと思っていたくらいです。野田博士はどうですか全然気が合わんです。あは,はー。で、給料は 安いです。桜台よりも安いです。折口信子という患者は知っていますか？ええ、なんだか博士と嫌に仲が良かったようです。あまり感じの良くない女ですね。事件が起こったとき、あなたはどうしていましたか？事務室の奥の方で机に向かっていました。 あなたは博士の部屋には全然行きませんでしたか事件のあとで行きましたがそばには寄りません遠くから見ていただけです折口和夫が来てから事件が発生するまで事務室にいたのですかずっと事務室で博士から頼まれた写し物をしてたです桜田紀美子は 薬屋と話したり何かしておったのですね。あれは指示出たり入ったりしました。薬屋が来るとすぐ飛び出していって、車の前で対応しておりました。大体わかりましたから、ここらで僕の推理上の結論をつけてみましょう。けれどどうも方法がわからぬ。そこで、この部屋は、 窓も現場に似たいい具合の高さだから、この部屋を使って一応検討してみましょう。大下し,し、部屋の中を歩きつつ検討する。ああ、そうか。なるほど。百分一見にしかずとはよく言ったものだ。考えてわからぬことが見聞によってわかった。ちょっと待ってください。 ここで出題者から一言読者諸君に言っておきたいことがある大下名探偵は今何事かを発見しましたそれが何であるか読者も一つ考えてみてくださいこの事件は一種の密室の殺人です現場にいた折口が犯人でないとすると何者かが窓の外からピストルを撃ったと考えるほかないが 窓と被害者との間は壁と開かれたドアで完全に邪魔されているしかも壁にもドアにもピストルの弾丸が通った跡はないつまり全く不可能なことが成し遂げられたわけですねところがあるちょっとしたことに気がつくとこれが不可能ではなくなる窓と被害者の間にはどこかしらに 何十平方インチという大きな窓があったのです。わかりますか現場林間の警官はそれに気づかなかったことにしておいたが実際の場合にはそんなことはないはずです。そこは謎を面白くするためにことさら警官に見落としをしてもらったわけですよ。では、 その問題は後の楽しみに残しておくことにして、まずこの関係者の中で誰が殺害可能であったかということを探求してみましょう。まず、折口信子は現場にいなかった。また、事件の発生当時に近所で姿を見たというものは誰もいない。だから、やはりいなかったと僕は見ます。それから、折口和夫は被疑者とされているけれども、 博士を質問しようとしてここにやってきて、まだ話もしないうちにいきなり殺すということも考えられない。それでこの二人は一応県議の拉致いにおいていいと思う。問題は桜田きみ子と本田たらしの二人にある。桜田は自分でも言っているし本田も言っているように四十事務室から出たり入ったりしている。 従って桜田公子がやったとすると挙動がおかしいから嫌疑が一番先にかかってくる一方では非常に精巧な消音ピストルを使って誠に巧妙に殺しているが自分に一番嫌疑のかかりそうな場合に殺人を刊行するということはちょっとありえないと僕は思うそこで本田忠だが彼は 自分は四終部屋にいたと言っているけれども桜田公子が薬屋と話している時に本田の行動がどうであったかということについては誰も証明することができない一方本田は野田博士からも桜田公子からもうとんぜられておった折口信子も彼が見て気に入らぬその男は何かにつけて四十奮満の念がある 特に野田博士を憎んでいたらしいから、野田博士という人物を殺して、何か一つの大葛藤を生ぜしめて、自分は高みの見物をしてやろうというような歪んだ考えを持ちやすい人間だと思う。35歳にもなって独身でいるくらいだから、性格的に言ってもおかしな男だ。そこで私は本田が臭いと思うが、その方法については、 図面のののようにににドアが診察室と控え室との境の壁に直角に立っているね。今両方からドアを直角に立てて実験してみたところ偶然分かってしまったのだがつまりドアを直角に立てると蝶子がのところに幅1インチ半くらいの隙間ができるその隙間が扉の長さだけあるのだから数十平方インチの窓となるわけだね。 この隙間を通して撃てば、博士のところが撃てる。これは実験してみればわかる。そこで本田はどうしたかというと、桜田きみ子が薬屋と話をしているその瞬間を利用して、自分のすぐ左手にある窓を乗り出して横丁に出る。横丁の向こう側には植え込みがあるし、人通りが少ないのだから、 自分の姿は見られることはないわけで。大急ぎで控え室の窓のところに来る。控え室の窓のすぐ前にはソファーに腰掛けて折口和夫が待っている。折口の気づかぬうちに、その頭越しに消音ピストルでドアの隙間を利用して博士を射撃する。 博士が倒れた音に驚いて、折口和夫が診察室に飛び込んでいった隙に、自分のピストルを控え室の中に投げ込んでおいて、再び事務室の窓を乗り越して、自分の机について一生懸命書き物をしていた。こういう風うに私は思う。あとは、ホンダがどういう風うにしてピストルを入手できたかという経路を確かめることができれば、 本田を犯人として起訴してよいのではないか名刀だね実を言うと出題者の構想はもう少し複雑にしてあったのだが短時間の調査としてはこれで十分ですね本田犯人説に出題者も同意します本田という男は変わり者で妙な趣味を持っていた戦前ある射撃クラブの会員だったんですよ ピストルの名手なんだ。でなければ、一インチ半の隙間から正確に被害者を撃つことは難しかったでしょう。要するにこの問題は、洋館のドアにそういう大きな隙間があることを、大抵の人は見逃しているという点に着眼したものです。こんな些細なことでも、日頃注意しておくと、こういう場合に大変役に立つ。 これは純粋の推理ではないが、推理をする場合に忘れてはならぬ重要事項の一つという意味で、出題してみたわけです。